こんにちは、ビジョンマガジンです。Apple Vision Pro の新 OS、Vision OS2 が正式にリリースされました。Vision Pro の発売後、初めてのメジャー OS アップデートとなります。この動画では、Vision OS2 の主な新機能を解説していきます。一方で、多くの人が期待しているだろう、あの機能はまだ使えません。そのあたりの注意点も紹介します。それでは、行ってみましょう。Vision OS2 は、今年の6月にどんな機能が盛り込まれるのか計画が発表されました。そのうちこれら3つの機能はまだ使えません。公式ページには年内に登場と書かれています。特に Mac のディスプレイを空間に広々と超ワイドに表示する機能は多くの人が待ち望んでいるのではないでしょうか。早い時期の登場を願いたいところです。そしてここからは使えるようになった Vision OS2 の機能を解説していきます。まずは AirPlay レシーバーです。この機能をオンにすると、同じ Wi-Fi などにつながっている近くの iPhone や iPad の画面を空間に映し出してミラーリングできます。実際に使ってみると、表示の遅延も感じずスムーズです。こんな感じで、大きさや表示する位置は自由自在に変えられます。Vision Pro を使っているとき、スマホを見ようとすると画面が見にくいときもあるのですが、ミラーリングならもちろんとても鮮明です。没入環境で周りが見えない時にも役立ちます。ミラーリングしながら iPhone でメディア再生などをすると、その音は Vision Pro のスピーカーからちゃんと聞こえてきます。 iPad を映し出すとこんな感じ。Vision Pro の目玉機能の一つ、 Mac の仮想ディスプレイを表示しながらiPhone や iPad をミラーリングすることもできました。ただ、映し出した iPhone や iPad を Vision Pro の中で直接操作することはできません。今回 Mac の OS には iPhone ミラーリングという機能が追加され、Mac の画面上で iPhone を操作できるようになりました。しかし Vision Pro では iPhone の操作まではできませんのでご注意ください。続いて、Vision OS2 では写真ライブラリにある2次元の通常の写真を一瞬で空間写真に変換する機能が追加されました。写真を表示してこのボタンを押すと瞬時に変換できます。目で見たような遠近感があるものに様変わりし、人の顔や洋服、鼻などの立体感もリアルで違和感がありません。さらにこのイマーシブボタンを押すと写真が空間に広がってより没入感が得られます。そして実際使ってみて驚かされたのが立体感を再現する精度の高さです。約70枚の写真を変換しましたが、たくさんの電線が写っている鉄道写真、スピード感のあるブレている写真、被写体と背景の区別が難しそうな写真、いろいろな写真がありましたが、それでも違和感のある結果になった写真はほとんどありませんでした。その中でも 3D で見るのに向いてるなぁと感じる3つの写真のタイプを紹介します。まずは人物や動物が大きく写っている写真です。思い出の風景が目の前にリアルに再現できます。そして旅行先の写真もおすすめです。特にいろいろなものが写っている街中の写真は 3D で見ると行った時のことをリアルに思い出せるような臨場感が抜群です。最後に料理をアップで撮影した写真、ステーキのジューシーさやお寿司の新鮮さも伝わってくるような気がしました。ただごくわずかですが、変換結果に違和感のある写真もありました。どうしても 3D で思い出を残したい場面では、対応している iPhone や Apple Vision Pro で初めから空間写真、空間ビデオを撮影した方が確実という面もありそうです。さてここからは Vision Pro の使い勝手を良くする操作方法の新機能です。まずは手のジェスチャーで簡単操作。親指と人差し指を開きながら手のひらを見ると丸いボタンが表示されます。これをタップするとホームビューが呼び出せます。これまでは本体上側のデジタルクラウンを押す必要がありましたが、かなり手軽になりました。さらに手を返すと時刻やバッテリー残量が確認できます。そのままピンチしてドラッグすると音量の調整もできます。また指をタップするとコントロールセンターを開け、通知や Mac 仮想ディスプレイなどよく使う機能に素早くアクセスできます。これまでコントロールセンターを開くには視界の上の方を見つめてタップする必要があり手間でした。
さらにホームビューではアプリの並び替えができるようになりました。これまでできなかったの？と驚く人もいるかもしれませんが、できなかったんですね。アプリをつまんで揺れるまで待てば動かせるようになります。互換性のあるアプリフォルダに入っている iPad や iPhone 向けアプリも移動できます。並び替えたら上側の完了ボタンを押すと位置が確定できます。マウス操作への対応も待望の機能だったのではないでしょうか。マジックマウスや他社製の Bluetooth マウスを Apple Vision Pro に接続して操作できるようになりました。今回はロジクール製のマウスをつないでみました。実際に使ってみるとこんな感じです。マウスカーソルが薄い円で表示されています。さらに Mac の画面をミラーリングしている状態だと、そのまま Mac の操作ができます。これは便利ですね。再び Vision Pro 側のアプリを選ぶと、またそちらを操作できます。残念ながら iPhone のミラーリングではマウスがあっても操作はできませんでした。入力デバイスに関してはキーボードも便利になっています。環境に没入して周りが見えない状態でもマジックキーボードまたは MacBook キーボードが認識されて浮かび上がってきます。文字を打ち込むときにキーボードが見えないということがありません。また使っていて思ったのですが、スマホを触りたいなというときにこの透けて見えているキーボードの上に持ってくると操作しやすいです。他にも VisionOS2 ではこういった機能が登場しています。サファリではスクリーンに印象的な光や反射が加わり、 YouTube や Netflix の視聴体験が向上しているといいます。移動する乗り物の中でも Vision Pro を快適に使えるトラベルモードは飛行機だけではなく電車にも対応しました。友達や家族が Vision Pro を体験しやすくなるよう、最後に使った人の目と手のデータを保存できるようにもなりました。写真アプリのシェアプレイ機能を使えば、お気に入りの空間写真や空間ビデオを他の Vision Pro ユーザーと一緒に楽しむこともできます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最初にも紹介しましたが、Apple Vision Pro にはまだ今後、Mac の画面を超ワイドに表示させる機能など、楽しみな新機能が待っています。こちらも登場したら、使い勝手を紹介したいと思います。Apple Vision Pro には、サードパーティー製のアプリもいろいろと登場しています。最近私はアップストアで公開された任天堂バーチャルボーイのエミュレーターを使い、レトロゲームファンが作った作品を楽しんだり、中国のスマホ家電メーカーシャオミが発売した電気自動車のバーチャル試乗会にビジョンプロで参加したりしました。今後もいろいろなアプリの登場に期待です。これからもこのチャンネルではApple Vision Pro をはじめとする未来を感じさせるガジェットの情報をどんどん発信していきます。ぜひチャンネル登録やいいね、コメントなどいただけたら幸いです。それではまた次の動画で。